日本共産党の山田康信です。今回の質問も一問一答方式で行います。まず国民健康保険制度について質問いたします。この国保制度は来年度から都道府県単位で運営することになります。この制度で福井県と県内市町の福井県国民健康保険運営方針を定めるため、福井県は今年4月に第1回福井県国民健康保険運営協議会を開催しました。私たちは今回策定されるこの国保運営方針は、今後の国保制度の在り方や市民負担に直結する国保税など極めて重要なものであり、勝山市としても積極的に関わる必要があると考えています。そこでまずこの運営方針の策定に関する勝山市としての取り組みについて質問いたします。これは福井県からいただいた国保運営協議会での資料です。この資料のスケジュールでは、6月の第2回国保運営協議会に運営方針の素案が示され、9月の第3回には運営方針案を示し、11月の第4回には最終案を示して、12月には運営方針を決定するとしています。福井県は県内各市町や国保加入者などの意見を運営方針に反映したいとしています。そこで勝山市として、勝山市議会や加入者などの意見をこの運営方針に反映するために、どのようなスケジュールで取り組まれる計画なのか説明を求めます。これまで国保は市町村単位で運営してきたので、国保に関するさまざまな問題点は市町村が一番把握されていると思います。そこで勝山市との意見をどのように運営方針に反映させる考えなのか、さらにどのような課題を県の運営協議会に提言していく考えなのか、まず説明を求めます。中山市民生活部長。運営方針策定に関する勝山市の取り組みについてお答えします。現在福井県では福井県国民健康保険運営協議会が設置されまして、将来の福井県国保の運営方針策定の作業が行われていますが、各市町は市町で構成されます福井県国民健康保険運営方針連携会議に参画しまして、具体的には国保事業費納付金の算定に関すること、保険料の算定方法について、赤字解消削減の取り組みについて議論のほか、現場からの提案や議論を行っているところであります。それを踏まえ福井県国保運営協議会では、有識者や医師、被保険者代表、被用者保険代表等の委員が課題や問題点を解決し、安定的な国保運営を行うための方策や努力目標および年次目標等を設立することとなっています。この運営協議会で議論される内容は、平成30年4月からの県が財政主体となる国保制度開始に向けての議論であると認識しております。県主催の国保運営協議会及び福井県国民健康保険運営方針連携会議については、福井県国民健康保険運営方針を策定するだけの組織ではなく、課題を反映した目標管理等も行われますので、福井県に強いリーダーシップを発揮していただくことを要望し、国民健康保険が持つ構造的な課題や勝山市が持つ課題等の議論を継続するよう要望してまいります。
14番。次に、運営方針の構成案について、私たちの提案も提言も示して質問いたします。これは、この第1回運営協議会で示された運営方針の構成案という資料です。私はこの構成案には、これまでの国保制度が抱える制度的な矛盾や、その対策に関する議項が欠落していると感じます。項目にあるのは、県と市町が現制度の中で果たすべき役割ばかりで、既存の枠の中で対策を講じるだけでは、この国保が抱える制度的な矛盾は全く解決をいたしません。そもそも国保制度が危機的になった原因については、これまで私たちは具体的に指摘して、勝山市としても国に意見を述べるように求めてきた問題です。そこで勝山市は国保の制度的な矛盾をどのように認識されているのか、さらに福井県の国保運営方針にどのように反映すべきと考えているのか、見解を伺います。中山市民生活部長。運営方針の構成案についてお答えします。先に福井県国民健康保険運営協議会に出される運営方針案は、福井県が作成したものでありまして、県内17市町のヒアリングの結果や、同じく福井県国民健康保険運営方針連携会議の議論の結果が反映されています。しかし、それぞれの市町の提案や意見がすべて反映されるものとは限りません。第1回福井県国民健康保険運営協議会の中でも、委員からは、国保が抱える構造的な課題や、そもそも地域の医療費が高いことについて、分析がなされていないことが指摘されておりますので、6月以降の福井県国民健康保険運営協議会の方で、論点が整理され、本格的に議論されるものと思われます。14番。具体的な国保制度の矛盾についての具体的な回答がないんですけれども、この国保がこんなにひどくなったのは、当初は国がこの国保させるために 50% は負担してたんですね。ところがどんどん制度改革になっちゃって、今は 30% 程度しか国は負担しない、こういう問題もあります。他にも後でいろいろ指摘をしますけれども、この国保はそのセーフティーネットといいますか、他の医療保険は現役世代が中心になって加入しているので、所得もしっかりしている、しかも年代的に病気にならない。ところが国保はですね、経済的に非常に弱者が集まっている、しかも年齢構成も病気になる60歳以降の方が非常に多い。こういう問題をですね、じゃあ国保だけでなんとかしろって言って、なんとかなるものでは私はないと思うんですね。具体的にはこうした国保制度の根本的な矛盾は、この国保制度だけを議論しても、抜本的な対策にはならないんです。この矛盾を解決するには、この国保の構造的な問題、これを分析して、医療保険制度の在り方、これについて国としっかり交渉する必要があるんです。今回、新たな制度で、都道府県が保険者になり、今度は都道府県が国と直接、話ができるという制度になったんですから、このチャンスを生かすべきです。私は都道府県の力で、こうした問題を分析して、提言を期待したいし、この役割を担うことこそ、都道府県の仕事だというふうに考えます。ところが、この運営方針の構成案には、この都道府県や国の役割と責任がどこにも記述されない。私はこの運営方針に、この都道府県と国の役割を明確に書き込んで、現場の実情を把握している市町村の意見を反映させる、このことを制度的にですね、確立することを運営方針に明記すべきだというふうに考えます。
6月に先ほどの答弁で反映させたいということですけれども、そこで勝山市としてこの運営方針に、こう指摘した事項をきちんと運営方針に明記するように求める考えはないのか、見解を伺います。中山市民生活部長。勝山市としてこうした課題を運営方針に加えるということについての提言でございます。国民健康保険が健全運営するための課題については、これからも意見は述べていきたいというふうに考えております。14番、しっかり頑張って取り組んでいただきたいと思います。次に今回決めるこの国保税の在り方について質問いたします。この運営方針では、標準的な国保税の付加制度についても方針を示すとしています。そこで、この付加方針について、勝山市としてどのような意見を示すのかが、これから問われます。新制度をする際に、全国知事会と政府の合意で、新たに国が毎年3400億円を負担することになりました。今年度までは年間1700億円。来年度以降は満額の年間400億円を国が支払うことになっています。そこで、来年度から新制度になった途端にですね、国保税が値上げされたら、何のために制度改革したのか分からなくなります。私は、国の負担を増やしたのだから少なくとも値上げは必要ない。このことを勝山市として意見を述べるべきだと思いますが、見解を伺います。中山市民生活部長。国の負担を増やしたのだから、少なくとも値上げは必要がないについてお答えいたします。国は平成27年度から国民健康保険の改革による制度の安定化を図るために、毎年1700億円の財政支援の拡充が継続的に行われております。これは低所得者対策の強化のため、保険税の軽減対策となる低所得者数に応じて保険者である自治体への財政支援を行うものであります。また、平成30年度からは、追加による1700億円が予定されておりまして、それらは主に財政、調整交付金の実質的な増額にあたる成長性の機能を持たせたものの強化、それから精神疾患や子どもの被保険者数、非自発的失業者等の自治体の責務によらない要因による医療費増への負担への対応、それから医療費の適正化に向けた取り組み等に対する支援制度である保険者努力者支援制度、そして都道府県が設置する財政安定化基金に充てられるものでございます。平成30年度に拡充される国費1700億円につきましての配分は示されていませんが、福井県の方では約8億円というところで見込んでおりまして、1人当たりに換算いたしますと、約5000円程度負担が軽減されるのではないかと見込んでおりまして、保険料の伸びの抑制が図られるものと考えております。
14番。さらに、その国保税というのは、他の医療保険と比べても、付加方法にいくつもの問題があるわけです。その一つは、扶養家族の子どもにまで均等割で、例えば後期高齢者医療費など、保険税を付加して、これ、実際上、この所得の少ない子育て世代の過重な負担になっています。共済組合など他の医療保険ではこんな負担ないんです。私たちがこの子どもへの均等割負担を廃止すべきと、この要望に対して厚生労働省は、この問題を含めて新制度の中で検討すると回答してきたんです。そこで、扶養家族の子どもへの均等割負担は撤廃すべきと私は考えますが、見解を伺います。中山市民生活部長。国民健康保険の、算定申し訳ございません。18歳以下の就学者の均等割負担は撤廃すべきという件についてお答えいたします。国民健康保険の算定にあたっては、所得や資産等加入者の負担能力と、それから世帯当たりや被保険者1人当たり定額の利益を受ける者が負担する部分から構成されておりまして、安分方法は地方税法第703条の4に定められておりまして、記載される標準基礎課税総額に対する標準割合に準じて付加を行っているところであります。議員が提案される極端な安分方法は、子どものいない世帯への負担が増加することも懸念されます。国と地域の役割分担の中で、引き続き子育てしやすい環境整備や少子化対策を推進するため、国民健康保険制度の抱える構造的な問題について、国の責任における持続可能な制度設計を行うとともに、十分な財政的支援を要望してまいります。14番。今の答弁全く納得できないですね。厚労省も、私らは直接福井県とも話し合いをしましたけれども、担当課長もですね、この問題は理解をしましたよ。皆さんが加わっている共済組合、それから他の医療制度で、こんな子育て世代に過重になるような、まあ、人頭税みたいな税額負担なんか求めてないからですよ。で、この問題、後でまた質問しますけれども、ここはね、撤廃すべきだというふうな基本認識、私は国も県も共有しているという思うんですよ。だからそれを改正すべきだと、私は思います。もう一つ、この問題は資産割のことです。この資産割っていうのは、他の医療保険では存在しませんし、国保でも都市部では付加の対象にしておりません。しかも、勝山市のような地域では、この資産と言われても、これ、換金もできないし、資産があるということで、生活保護も受けられない、実際、生活保護以下の収入なのに、国保税が徴収されるという、生活実態を反映しない問題があります。しかも、不動産には固定資産税や都市計画税なども付加されますし、資産に対する税金を納めているのに、これ、二重の付加になると。いう問題もあります。そこでこの資産割の負担は廃止すべきと考えますが、見解を伺います。中山市民生活部長。資産割は他の医療保険制度には存在しない件につきましてお答えします。議員がおっしゃる通り、資産割は市町村国民健康保険特有の算定方式であります。現在、勝山市国保では資産割を加えた付加算定方式、まあ、一般的に4方式というようなものを採用しておりますが、福井県は将来的な保険料水準の統一ということで、資産割を含まない3方式で考えており、福井県国保運営方針に明確に示される予定と聞いております。
資産割は全国的に重複課税との捉え方が強いことや、国保の構成の変化から生じる収益を生まない土地等への課税が多くなっており、負担能力に応じた負荷という制度当初の応能の概念から乖離し、所得のない世帯にも資産割は課税されるため、低所得者の負担となっているといったことから、全国的に廃止される傾向にあります。現在、本市といたしましても、将来的な福井県の保険料統一水準を見据え、研究作業を行い、導入の検討をしているところでありますが、適正で平等な国保税の算定方式を導き出して、安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。14番。今の答弁は納得しますだから子どものやつはね、全くね、今の論理構成とも合わないんですよ。で、またこの国保と他の医療保険制度との不均衡もあるんです。例えば、病気などで失業しますと、これ、国保に加入するんです。そして、脱退した医療保険は、まだいた医療保険は、医療費を負担しない、こういう矛盾がある、これ、不公平です。しかも、就労世代に比べて、60歳以降の医療費は高額なんです。病気になりやすいから。これ、支えているのはこの国保制度なんです。他の医療制度では、加入者世帯の扶養親族に限っている、こういう不公平もあるんです。一方、この後期高齢者医療保険制度はどうなっているかといいますと、すべての医療保険が負担して支えるという制度になっているんですから、この制度と比べても、この国保の問題は、国保加入者には不公平な負担になっていると考えます。私、社会保障制度なら、全体で支えるべきであって、他の医療制度もきちんと負担をすべきだし、それが実現するまでは、国や都道府県、市町村が負担をすべきというふうに考えますが、見解を伺います。中山市民生活部長。病気で就労ができなくなった方や、定年で他の医療保険から国保に加入した方々の負担のあり方についてお答えします。議員ご指摘の事項につきましては、以前に継続療養制度という制度がございまして、被用者保険から国保に加入しても、元の健康保険で継続して治療が受けられましたが、被用者保険、国保ともに窓口負担が3割になったということに伴いまして、平成14年3月末で廃止されており、現行ではそれに対応した制度はない状況であります。現在、さまざまな制度変更の中、勝山市国民健康保険特別会計には、65歳以上74歳の前期高齢者にかかる医療費負担を抑えるため、社会保障や共済保険等の被保険者保険へが拠出する前期高齢者交付金が平成28年度決算ベースで約8億7000万円交付されています。また、退職者医療制度についても同じく被用者保険者が拠出する療養給付費等交付金が可燃度生産分を含めまして、約1億3000万円ありまして、被用者保険が負担していない不公平であるというものには当たらないのではないかと考えております。14番。私、いろいろ、国庫の構造的な問題、これを指摘をしまして、いくつかは、理事者側との見解一致するものもありますけれども、こうした問題をね、しっかり運営方針で議論をして、これに反映される、この負荷の指針にきちんと反映させるということが必要だというふうに考えます。そのために、勝山市として意見を述べるということが必要だと考えますが、見解を伺います。
中山市民生活部長。運営方針に反映すべきについてお答えします。国民健康保険制度が抱える課題につきましては、自治体で構成します連絡協議会などの中で意見を述べていきたいと思います。14番。そこで、次にこの勝山市での国保税、具体的に、見直しをすることになると思うんですけれども、これについて質問いたします。この新制度は来年の4月から始まりますが、勝山市は国保税の新料金をどのようなスケジュールで見直す計画なのか、まず説明を求めます。現在の勝山市の国保税は、県内の市や町に比べて、国保加入者の経済力に対する負担が重くなっているんです。福井県国保連合会の先ほどの資料によりますと、勝山市の国保加入者の1人当たりの年間所得は、年額51万8千円で、県内で最下位の17位です。一方、1人当たりの国保税は、年間9万2343円、県内8番目で、上位から8番目で、この結果、1人当たりの所得額に占める保険料負担率は 10.9% と、県内で4番目に高くなっているんです。この資料では、国保被保険者の所得水準が低いことから、医療費に応じた保険料負担増へ理解を求めることが難しい、その通りですよ、としており、私もその通りだと思っている。そうなら当然、勝山市の国保税の見直しの際には、高すぎるこの保険税を軽減して、負担能力に応じた国保税にすべきと考えます。で、そこで見解を伺います。で、この国保税が、医療保険、他の医療保険と比べて、この所得に対する負担が重いのは、先にも指摘したとおり、国保加入者だけの責任ではないんです。私もこの矛盾を、制度矛盾を、直ちに今改善しろというのは困難だということは理解をします。しかし、この制度改革が実現しないから、市民にこの過重な負担を強いるべきではないと考えるんです。じゃあ、この対策どうするか。この勝山市の国保基金を取り崩すか、さらに政策的に一般会から繰り入れてでも、当面は国保税を値上げすべきはないというふうに考えます。さらに、この子どもの均等割負担というのは、勝山市のたとえ県の方針がいかになろうとも、勝山市の独自政策としても改善すべきと考えます。理事者がこの法的に負担が必要っていうんなら、例えば、子どもの均等割額は取りますよ、1円ですと。こうすると実質的に法律違反にもならないし、負荷はされている、負担は軽減される。または、子どもの均等割負担額を勝山市が子育て支援として一般会計で負担するなど、知恵を使えば実現できるというふうに考えますが、見解を伺います。なお、他の医療保険では全体で支えますから、子どもが多いから保険料が高くなるという制度は取っておりません。所得に応じて社会保障制度ですから、負担能力に合わせて保険料を取って、それで賄っているということを指摘しておきます。答弁お願いします。中山市民生活部長。まず制度移行に伴っていつ見直しをするのかについてお答えさせていただきます。現在国は納付金等の算定方法について見直しを行っておりまして、拡充される国費の取り扱いや配分を検討しているところであります。それにより、福井県が国の見直し等を反映した試算を実施し、市町に試算結果を提示するのは8月ごろになると聞いております。それらの試算結果を検討材料といたしまして、
勝山市国保の保険税の改定について考え方を市議会、勝山市国民健康保険運営協議会でお示しさせていただきたいと存じます。また平成30年度の納付金額および標準保険料率が確定しますのは年明け1月になる見込みですので、それまでの間にさまざまな検討や協議等を重ね、税率改定が必要な場合は平成29年度3月議会に上程させていただきたいと思っております。次に、勝山市は所得に比べ保険税が高い負担能力に応じた保険税にすべきであるという件についてお答えします。国民健康保険税は被保険者の医療費や保険事業等のすべての歳出経費から国や県等からの補助金や負担金法で認められている市一般会計からの繰り入れ金などを差し引いて残った額を国民健康保険税として付加徴収させていただいているものであります。例えば同じ医療費水準の市町があった場合、国保被保険者の所得水準が低ければ必要な額を集めるための税率も高くなる傾向にあります。また他市町と比較して保険税が高いということですが、他市町の中には国が認めていない一般会計からの法定外繰り入れを行っているところも多く、勝山市の国民健康保険税の水準は適正であると考えております。今後福井県が示す予定となっております標準保険料率にはそれらを一定の算定方式により見える化する役割もあり、標準税の両立を用いて他市町との比較などの議論を行っていく必要があるとも考えております。次に、少なくとも値上げはすべきではないについてお答えします。現時点で福井県から示されている保険税算定の基礎となる国保事業と納付金額が未確定な部分を含んでいるため、現在のところ判断できないというのが現状であります。正式な納付金額が確定するまでの間、情報収集やシミュレーションなどを重ね、慎重に検討してまいりたいと思います。次に、子どもの均等割は見直すべきということについてお答えします。この件につきましては、国民健康保険の算定は、所得や資産等、加入者の負担能力、要は応納割と言われる部分と、世帯当たりや被保険者1人当たりの定額の利益、応益割ですね、を受ける者が負担する部分から構成されておりまして、安分方法は地方税法にある標準割合に準じて付加を行っているのが現状であることから、全体の社会保障や国保の仕組みに関する事項と考えられますので、国に対して国保の制度設計を含めた保険制度全般について、検討を通じて要望したいというふうに考えております。14番。今の答弁で2つ問題あるんですね。一般会計からの繰り入れ、国は違法だと言っておりません。ですから、全国の自治体でも一般会計からの繰り入れをしています。ただし、条件があってですね、値下げに結びつくものは好ましくないと言っているだけですよ。違法ではありません。もう1点はですね、冒頭に国が毎年3400円を払うことになって、来年度からは満額給料になったと。1人当たりにすると5000円になりますということですよ。だから冒頭で値上げしなくても期待しているという話ですから、本当にその通りなんですよ。これ、国が来ているのに値上げしたら3400円誰が使っちゃったんだという話になると。この制度変更に伴って、私は基本的に値上げはすべきでないということだけ表明しておきます。次に、猿花用水路の改修工事について質問いたします。この用水は農業水だけでなくて、市街地の融雪など、生活用水としても利用され、草刈りなど、維持管理には農業者だけでなくて、浄土寺、長山沢、吉野の
各地域の住民の皆さんが協力して取り組んできました。しかし、この水路の老朽化が激しくて、関係者からは抜本的な改修工事を要望されてきました。最近、福井県の事業で、この用水路改修工事が決まったそうなので、工事の概要について説明を求めます。さらに、この猿場の用水路は、山際にあるために、イノシシがこの乗り面を掘って、水路の維持管理には大変な苦労をしています。そこで関係者からは、水路改修工事を水路の長寿命化と維持管理などを考慮したものにしてほしいという声があります。この工事は福井県が実施するものですから、勝山市としては、今後の水路の長寿命化や保全管理を考慮した設計にするように福井県に求める考えはないか、見解を伺います。もう一つ、地元ではイノシシ対策を並行して実施したいという意向があります。しかし、リーシャの説明では、現在のこの補助制度では対応できない可能性があるとのことですが、それなら国や県に補助制度の拡充などを要望する、または勝山市独自の有効な新制度を検討するなど、勝山市としても積極的に役割を果たす考えはないか、見解を伺います。坂井農林部長。猿場の用水路の水路改修工事の概要についてお答えします。猿場の用水路は昭和63年度から平成元年度にかけて、団体営土地改良総合整備事業により整備された用排水施設ですが、整備後数十年経過した中、水路の機能低下、のり面の陥没や崩落等が見られております。現在、県営土地改良事業により、施設の改修実施を行う方向で検討を進めていると聞いております。今後、現地にて詳細調査し、検討を予定されているということでありますので、詳細な工事内容を把握次第、改めて説明していきたいと考えております。次に、水路保全対策についてお答えします。猿場用水路は、現地を確認しますと、水田や道路より深い位置に水路が流れていることや、山際に設置されていることなどから、イノシシがのり面を掘るなど、維持管理に苦労されている状況がうかがえます。改修にあたりましては、先ほどの水路改修工事の実施にあたり、現地の実態、水路の保全および維持管理の観点から、検討を行いますよう、県に対しまして要望していきたいというふうに考えております。最後に、獣害対策についてお答えします。勝山市のイノシシをはじめとする有害獣による作物被害は年々増加しており、その被害の範囲は市内平野部でも確認されるほどです。勝山市ではその被害対策として、国および県の補助事業を活用し、電気柵をはじめとする侵入防止柵の設置と捕獲檻による個体数管理の両輪で進めているところです。当猿場用水路付近におきましても、地元関係地区が水路のり面部、農道側にネット柵を設置しておりますが、イノシシによる水路のり面の崩壊、またそれによる水路断面の閉塞等の発生も懸念されております。地元地区は水路に隣接する山際についても、水路改修工事と並行して、より有効な鳥獣害防止策を設置したい意向があるとのことですが、事業施行にあたっては、その意向を考慮した獣害防止対策の手法について、事業主体となる県と協議、検討していきたいと考えております。14番。ぜひ、いい用水路になるように頑張っていただきたいと思います。次に、都市計画の立地適正化計画の策定について質問いたします。
3月議会で私は、この計画策定にあたっての基本的な考え方などを示して、リーシャも今後の策定作業に反映させたいと答弁をされました。そこでまず伺いたいのは、現在の取り組み状況です。この計画は、勝山市のまちづくりのグランドデザインとなって、しかも今後の補助事業を申請する場合の枠組みとなるものです。しかも、都市機能とされている医療、福祉、商業施設だけでなく、定住化に影響する教育施設など、さまざまな要因を考慮することは、するには、この計画は全庁体制で取り組む必要があります。そこで、この計画策定にあたって、どのような庁内体制を作られたのか、説明を求めます。2つ目は、この計画策定にあたって、勝山市がどんな検討をしているのかという問題です。3月議会でも指摘したように、この計画を昨年度実施した調査の結果だけで判断するんじゃなくて、中部縦貫道自動車道などの新たな変化を見込んだ計画にするなど、勝山市の独自性を考慮する必要があります。そこで、どのような検討をしているのか、現段階での概要について説明を求めます。3つ目は、今後のスケジュールです。この計画を策定するには、都市計画審議会での審議、議会での検討、さまざまな専門家の意見の反映、そして市民の理解と納得などが不可欠です。そこで、今後どのようなスケジュールで進められるのか説明を求めます。坂井建設部長。都市計画の立地適正化計画の策定についてのうち、庁内の検討体制についてお答えいたします。立地適正化計画の策定にあたっては、庁内でのワーキンググループを設置し、いろいろな視点から検討していく必要があると考えております。具体的には公共施設、医療福祉、定住促進、地域交通、商工振興など担当部署が多岐にわたることから、全庁体制で取り組んでまいります。次に、検討内容の概要についてお答えいたします。議員お指摘のとおり、計画策定には勝山市の独自性を考慮することは必須と捉えております。第5次勝山市総合計画の改定では、これまでの市民力、地域力の向上に人口減少問題への対応を加え、若い世代の雇用創出と就労支援、結婚、子育て、教育を支援する生活基盤の整備を重点項目としていることから、当計画においても取り組んでいく必要があると考えております。次に、今後のスケジュールについてお答えいたします。計画策定については、これまで平成28年、29年の2カ年での策定を予定しておりましたが、補助事業の配分により3カ年での計画策定となることから、十分な議論を行い、しっかりとした計画となるよう取り組んでまいります。具体的には、平成29年度では、基本方針の策定、都市機能、居住の誘導区域の素案作成について、庁内会議において議論を重ね、市議会、都市計画審議会から意見をいただきたいと考えております。また、平成30年度では、市民の意見を反映するために、パブリックコメント等を実施して、計画を取りまとめ、計画策定を行ってまいります。14番、当初、今年度中にって言ってたのが、1年延びてじっくりと取り組むということなので、期待をしたいと思います。次に、共謀罪について質問いたします。3月議会で、久保議員の質問に市長は、拙速な国会審議にとどまらず、国民的な議論が必要であると考えますと答弁をされました。私たちも同感です。ところが、昨日の早朝に、委員会審議が途中なのに、参院本会議で強行して可決してしまいました。これでは、国民的な議論や理解どころか、国会の慎重審議すらも果たされていない、まさに国民無視、国会審議無視の問答無用の暴挙と言わざるを得ません。しかし、たとえ国会で決めても、共謀罪に指摘された問題は何も解決できません。一つは、安倍内閣は、
東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策として、共謀罪の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案を今国会で成立させて、国際組織犯罪防止条約、TOC 条約を締結しなければならないと主張してきました。ところが、6月5日付の日刊福井は、各国が立法作業をする際の指針とする国連の立法ガイド、これを執筆した刑事司法学者のニコス・バッサス氏が、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、TOC 条約は組織的犯罪集団による金銭的な利益を目的とした国際犯罪が対象で、テロは対象から除外されていると指摘し、非民主的な国では政府への抗議活動を犯罪とみなす場合がある。だから、イデオロギーに由来する犯罪は除外されたと、条約の起草過程を振り返りつつ説明したと報じています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために、条約を利用してはならないと警鐘を鳴らしたとしています。私はこの発言からも、安倍内閣の説明は、TOC 条約に対する自分勝手な解釈に過ぎないもので、安倍内閣の主張は根底から崩れたと痛感をいたしました。そもそもこの法案は当初、テロとの規定はなく、後で付け足したもので、しかも法案には、テロとは何かとの規定もないというお粗末なものです。私は、こんな説明根拠が崩れた共謀罪法は一旦廃止すべきと考えますが、市長の見解を伺います。もう一つ、5月18日、国連の人権理事会が選任したプライバシーの権利に関する特別報告者であるジョセフ・ケナダッチ氏が、安倍首相に書簡を送り、共謀罪法案について、プライバシーと表現の自由の過度の制限になると懸念を示し、法案にはテロや組織犯罪とは関係ないものも含んでいる、政府の監視活動を許可するための独立機関の設置も想定されていないと指摘し、日本政府に回答を求めました。これに対する政府の対応は全く驚くべきもので、菅官房長官は、恣意的運用がされるということは全く当たらないとして、そもそも書簡を送ったことを不適切として強く抗議したとし、しかも、国連特別報告は、国連を代表せず、個人の見解に過ぎないと言い切りました。私は、これって、加計学園問題での前川前事務次官の対応とそっくりだし、北朝鮮やトランプ大統領の対応とダブッと見えて、これが日本の国を代表するのかと思うと恥ずかしいと思いました。その後、政府は批判の声に押されて、回答するとしていますが、いまだに何の対応もしておりません。国際条約締結のためと言いながら、国連の正式の機関に回答もせずに強行するなどは、道理が通らない対応です。6月7日付の福井新聞の記事で、伊藤和子弁護士が、異論に敵対的な態度しか取らず、権力は誤りうるという謙虚さを欠いた政権と、与党による共謀罪の強硬的な審議と採決に強く反対すると述べられていますが、これこそ国民の7割以上が、今国会での成立を望まないとの世論調査の結果と一致するのではないでしょうか。市長は、国連の特別報告者が、共謀罪法案に関して、プライバシー権侵害との懸念を示されていることを、市民の人権を守る立場からどのように受け止められているのか、さらに、日本政府が回答もしないのに強行採決したことを問題だとは考えませんか。見解を伺います。松村副市長。犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の趣旨を盛り込みました、組織的犯罪処罰法改正案は、5月23日の衆議院本会議で可決され、
昨日6月15日の早朝に参議院で可決成立をいたしました。法案は成立いたしましたが、この法案は7月11日施行となっております。今後も引き続き国民の理解が得られるように十分な説明が必要であるというふうに考えております。14番国会ではですね、多数決で決めても今後主権者である国民にはこの法律を廃止するかどうかを決める権利があります。主権者である国民の最大の権利は選挙権の行使ですから、この選挙でこんな暴走する自民公明維新を少数に追い込んで政府を変えてしまえば共謀罪法は廃止できます。私は国民無視の暴走政治は認めない、この一点で良識ある国民と野党が協力することを呼びかけたいと思います。次に安倍内閣による戦争する国づくりと憲法9条改憲について質問いたします。安倍内閣以前は必要最小限の自衛に限定し、国外での武力行使は憲法違反だとしてきました。ところが安倍内閣は憲法違反との指摘を無視して集団的自衛権の一部容認を閣議決定し、自衛隊が海外で武力行使できる戦争法、安保法を制定してきました。さらに国民に事実を隠す秘密保護法など、この一連の流れは戦争する国づくりそのもので決して杞憂ではありません。なぜなら先の戦争は自衛のための戦争だったというんなら、憲法で自衛のためなら海外でも武力行使できるとした途端に何が起こるか、日本が再び先の戦争ができることになるんです。日本国憲法は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないようにすることを決意したんです。私たちはこの決意を堅持すべきと考えます。しかも安倍内閣の手法は憲法が政府のこうした勝手な行為を制限するという立憲主義を否定するものです。これ許せば政権が勝手に憲法解釈を変えて何でもできるという独裁政治に行き着きます。私は地方政治の立場からも安倍内閣による憲法違反との批判を無視して強行する戦争する国づくりには断固として反対することが必要だと考えますが、見解を伺います。さらに安倍首相は5月3日の憲法記念日に日本会議の集会にビデオメッセージで登場し、日本国憲法第9条に第3項として自衛隊を追記する考えを示し、これが読売新聞で報道されました。安倍内閣のこれまでの手法は勝手な憲法解釈をしてきましたが、いよいよ今度は憲法9条の改憲をするという新たな段階に突入してきました。安倍内閣は現状を憲法に反映するだけだなどと言いますが、この改憲は憲法9条第2項で全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないとの規定を骨抜きにするものです。議員の中には今の日本国憲法でも集団的自衛権を認めているなどの主張がまでありますが、首相はこの憲法9条の第3項として自衛隊を明記することに反対する考えはないか見解を伺います。松村副市長。まず、安倍内閣の戦争する国づくりについてお答えをいたします。国民の平和な暮らしと命を守ることは国及び地方自治体における最も重要な責務と考えております。現在欧州のテロ、中東地域での紛争、度重なる北朝鮮などにおけるミサイル実験など国際情勢は緊迫度が高まっております。このように日本を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、
我が国の安全を確保していくには日米間の安全保障、防衛協力を深めるとともに、一方では近隣国との間での信頼関係を築く不断の平和外交を積み重ねていくことが重要であると考えます。今後も国民的な議論をさらに深め、国際社会における日本が担うべき役割を認識する中で、変化する国際情勢に対応するため、時代に即応した国のプレゼンスが、いわゆる立ち位置を見出していく必要があると考えております。次に憲法9条の改憲案についてのご質問でございますけれども、安倍政権は憲法第9条に自衛隊の存在を明記した条文の追加について発言をいたしております。憲法改正につきましては国会等で議論されているところでありますが、拙速な国会審議にとどまらず、国民的な議論を深めてほしいと考えております。最も大切なことは、私たちは先の大戦の深い反省とともに、70年もの間不戦への誓いを守り、これからも国民の命と平和な暮らしを守り抜くこの決意のもと、日本と世界の平和と安全を確かなものにするための平和安全体制でなければならないということです。ただし大戦後の頃とは違い、現に隣接した脅威にさらされている日本の現状に鑑み、今の時代に沿った安全保障の確立は最低限必要なものであり、これを解釈論などで誤った方向に舵を切らぬよう、国防と平和、そして日本が担うべき役割について広く国民的な議論を深めておく必要があると考えます。このことを踏まえ、今後の改憲論の行方につきまして国会での議論を見守ってまいりたいと考えます。2分40秒です行き着きませんでした。最初の方ちょっと国語でヒートアップしました。次に森友学園と加計学園の問題について質問いたします。この問題というのは、安倍首相と昭恵夫人のお友達の利権の問題にとどまらずに、政府の対応が問題をどんどん広げています。しかも国政だけじゃなくて、大阪府や愛媛県今治市などの地方政治も含めた問題になっています。一部にはこんな問題大したことないとの意見ありますが、こうした意見の方は問題の本質を理解していないようです。一番の問題は権力者と取り巻きの利権の問題です。安倍首相や政府与党は法令違反はないと言い張っていますが、いずれの事件も一般的にはありえない利益が公的権限を使って特別に与えられました。森友学園の問題では忖度という言葉が流行りました。そして国有地が近隣の土地と比較してゴミ処理費などを理由に格安で払い下げられました。加計学園の問題では、文部科学省の前川前事務次官が官邸の最高レベルの意向で行政がねじ曲げられたと証言しました。さらに文科省は獣医学部の新設を禁止し、農水省も獣医師は足りていると判断しているのに、昨年8月に木曽匠内閣参謀参与が獣医学部を早く認めてと前川当時の事務次官に求めたとされ、この木曽氏は文科省 OB で、加計学園の理事や系列大学の学長を兼ねているんです。また、泉洋人首相補佐官が昨年9月に、総理が言えないか私が代わりに言うと、獣医学部新設の特例を前川当時の事務次官に求めたとされています。これら事件ではっきりしているのは、一般的にありえない利益が、ごみ処理費の算定方法や国家戦略特区などを口実に、特別扱いをして与えられたことです。こうした公平公正平等の原則を破る行為は、主権者である国民の負託に反するものであり、絶対に容認してはいけないと考えますが、見解を伺います。もう一つは、この安倍内閣の対応というのは、この内閣の異常さを示していることも特徴です。利権問題でも、この先の憲法問題でも、安倍内閣の共通する特徴は、首相なら何でもできるという、こういう態度で、まさに国政の私物化です。しかも安倍首相は質問には答えずに、自分の主張だけを巻き立てて、自らに不利な質問をされると激高する。さらに加えて、この内閣は国民に嘘をつく、嘘が暴れても言い逃れるというのも特徴です。質問者、時間です。質問を打ち切ります。はい、時間が来ましたので、回答はございません。残余の問題はまだ予算委員会等々で、
質疑をしたいと思いますけれども、残念ながら時間ですので、これで質問を終わります。